ジア塩素酸ナトリウム、ジア塩素酸ナトリウム、ジア塩素酸ナトリウム、ソディウムハイポクローライトは、ジア塩素酸のナトリウム塩である。化学式は、ナクロで、ジア塩素酸ーだとも呼ばれる。希釈された、水溶液は、アンチホルミンとも呼ばれる。水溶液は、アルカリ性を示す。水酸化ナトリウムの水溶液に塩素を通じて得られる。不安定なため、 通常は水溶液として貯蔵を使用される。水溶液は安定で長期保存が可能だが、時間とともに自然分解し酸素を放って塩化ナトリウ水溶液、食塩水に変化していく。また不等、不非都しか口述、爆発事故の箇所を参照も発生する。高濃度の状態ほど分解しやすく、低濃度になると分解しにくくなる。高温や、 紫外線等で分解が加速するため、常温保存では、濃度維持が難しい。それを逆手にとって、水道水には微量の地や塩素酸ナトリウムが消毒のために混ざっていて、魚に悪影響を与えるので、直射日光に当てることにより、地や塩素酸を除去して干渉魚の飼育に比較的適した水にすることも行われる。得意な周期、プールや漂白剤の匂い。ただし、 プールのジア塩素酸ナトリウムの濃度はかなり薄く単独では匂うほどではなく、プールの匂いはジア塩素酸ナトリウムを構成する塩素と汗や尿の一成分であるアンモニアが化学反応して生成されたクロラミンによるものであるを有し、酸化作用、漂白作用、殺菌作用がある。生成方法としては蒸気の反応の他に海水を電気分解する方法もある。 この方法は主に海を航行する船舶や臨海にある工場施設において海水を流す配管に海洋生物が付着するのを防ぐ他に使われる。2016、平成28年度日本国内生産量12%換算は891、976トン、消費量は29,622トンである。 上水道やプールの殺菌に使用されている。家庭用に販売されている液体の塩素系、漂白剤や殺菌剤、洗濯用、キッチン用、哺乳瓶の殺菌用などなどに使用されており、製品によっては少量の海面活性剤、中性洗剤の主成分やアルカリ剤などが加えられている。また、水溶液はアンチホルミンという名称で、 食品添加物としても使われる。殺菌量としては、野菜、果実などの消毒にも用いられるが、ごまに対する使用は禁じられている。これは、白ごまを漂白し、より白いごまとして、高値で販売されていたことへの名残であり、今でも禁止されている。また、風呂水の殺菌、再利用にも用いられ、業務用が市販されている。消毒に使用されることも多い。 適切な濃度で使用すれば、脳は多くウイルスを含む多くの細菌やウイルス、画法に効果を示すため、医療器具やリネンの消毒に使用されている。殺菌効果は、ジア塩素酸とジア塩素酸イオンの酸化力に依存している。これらが有機物に触れると相手を酸化すると同時に、自身も分解して、殺菌効果が急速に減少していく。水溶液は、 アルカリ性であるが強い酸化力を持つため、金属に使用するとサビが発生しやすい。有効成分は、水溶液中のジア塩素酸、白露及び、ジア塩素酸、イオン、黒である。消毒対象によって異なるが、ジア塩素酸は、ジア塩素酸イオンに比べて殺菌力が数倍、数十倍と高い傾向にある。水溶液の pH によって二者の存在比が変化し、それに伴って、 消毒効果も変化する。ジア塩素酸ナトリウムに気塩酸を加えて、pH6 程度に調整し、殺菌力を増した製品が市販されている。これは、弱酸性電解水に近い殺菌力を持つ。口述の通り、強い酸性に傾けるほど塩素ガスが発生して、危険であり、保存性も下がる。家庭用の製品の、混ぜるな危険などの注意書きにもあるように、 漂白剤や殺菌剤といった、次亜塩素酸、ナトリウム水溶液を塩酸などの強酸性物質、トイレ用の洗剤などと混合すると、黄緑色の有毒な塩素ガスが発生する。浴室で洗剤を混ぜたことによる、死亡事故も起きているので取り扱いには、注意が必要である。また、塩酸ほどではないものの、食酢や、クエン酸、炭酸を多く含む物質をかけることも危険である。 いずれにせよ、換気を良くし、使用量を最小限にとどめることが肝要である。ジア塩素酸ナトリウムを含んだ錠剤を不織布で包み、首から下げる空間除菌剤と称して一部メーカーで販売されていたが、板が汗などで濡れると、局所的に高濃度の水溶液を生成し、化学やけどを起こすめ、消費者庁から使用中止の呼びかけが行われた。また、 アエンソ酸ナトリウムを原料とした空間除菌剤も販売されており、前述のジアエンソ酸を原料とした空間除菌剤と混同する向きも見られた。消費者庁においてメーカー別の空間除菌剤の安全性を比較した情報提供が行われている。ジアエンソ酸ナトリウムやサラシコ、ジアエンソ酸カルシウムは水溶液中のジアエンソ酸、白露及びジアエンソ酸、イオン。 黒が持つ酸化作用により殺菌するものであり、適切な濃度の水溶液に消毒対象を浸取したり、水溶液を対象物に噴霧して利用する。当該製品のようなジア塩素酸ナトリウムの拡散を利用した消毒薬の効果等は不明である。ジア塩素酸ナトリウムによる漂白は有利塩素による塩素化反応なので、トリハロメタンをはじめとする多したような有機。 塩素化合物を生成する。塩素化合物は、一般的な発岩性物質と同じく、高濃度で吸入、蛍光摂取しなければ問題はないため、換気を良くすれば、洗濯やまな板除菌の程度で恐れる必要はない。また、エタノールと反応して、有害なクロロホルムを生成することがある。ほうれん草を、ジア塩素酸ナトリウムで処理した場合のクロロホルムの、 生成量は微酸性ジア塩素酸水よりも多く 0.07ppm であったとされるが、これはアメリカのスーパーマーケットにおける調査での食品中に含まれていたクロロホルムの平均濃度である 0.071ppm よりも低い。ジア塩素酸ナトリウムから不等し化反応により容易に塩素酸ナトリウムが生じる。これが乾燥した結晶は爆発性を持つため、 事故が起こる原因となる。1980年代に三重県四日市市内で爆発事故が相次いだ。ジア塩素酸、ナトリウム水溶液をタンクに移り替えるときにホースが外れ、その溶液を浴びた職員が濡れた衣類を洗わずに、そのまま干して乾かししまった。そのズボンを着て歩き始めた時の摩擦をきっかけに爆発が起こり、その職員が渋滞になったというものである。 類似した事故、いわゆるジア塩素爆発は1990年代、2000年代と、ジア塩素酸、ナトリウム水溶液の特徴認知が忘れられた頃に、単純な摩擦抵抗による爆発事故が起きている。これについては、セルロースを主体とする布地に、ジア塩素酸ナトリウムを染み込ませて40摂氏50度に保って乾燥させると爆発することが確かめられた。不非としかにより1、 酸が塩素酸ナトリウムに変わったのである。塩素酸重は火薬の原料としても知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。